今回は遺伝その中でも分離の法則と言われるものについて見ていきますまずこの有性生殖オスメスが関わり合って増える生き物これ両親がいますそしてその両親関わり合って子供が生まれてくるんですがこの親から子が生まれてくるときに子供のいろんな部分親に似ている部分が出てきます でではなんこれ親と子は似るのかというと親から子どもに体の設計図である遺伝子というものが渡されているからなんですがその親から子にどういうふうな形で遺伝子が渡されているのかどういうふうに情報がやり取りされているのかこれを見ていきます。では続けて 次に原数分裂といいう話をしていきますこちらこの「幻数分裂」を表す表なんですがちょっ何言ってるかわからないのでいろいろ言葉を埋めていきます。まずこことこここれ何かといいますと生き物のオスメス、まあ、今回はちょっとわかりやすく「父母」と書きますがこの親の持っている情報 これを表しています。で、この両親から子供に情報を渡すときにどういう風に渡すかというと、ちょっと変わった渡し方をしています。まず母親からこれ、まあ、生殖細胞卵というのを作るんですが、そのときに自分の持っている情報これを半分にするこういうことが起きます。生殖細胞である例えばこれ 卵に入っている情報、これは母親の持っている情報の半分しかないんですね。同じく父親も自分の子供に情報を渡す、まあ父親の場合はこれ精子という方をしますが、これを作るときにもやっぱり自分の持っている情報の半分だけを渡します。なんで半分ずつだけなのかと言いますと、これ子供はその両親から情報をもらうので。 これ母親から半分父親から半分もらうそうするとちゃんとこれ親と同じ情報量になりますこういうふうに親から子に情報を渡すときに親2人から子供に情報を渡していくだから渡す情報はあらかじめ半分にしておくという必要があるんです。このの自分分たちの持っているる情報を半分にする この時に行われる細胞分裂1個の細胞を2個にするという流れですがこの細胞分裂のことをこれを減数分裂というふうに言いますもうこれ理由はそのまんまですが持っていいる情報を減ららすすという分裂だからです自分たちが普段体の中で行っている細胞分裂これ体細胞分裂というふうに言いましたがそれとは違って 情報を半分ににすする子供に受け渡す生殖細胞を作る時だけの分裂これを原数分裂といいううふうに言いますこの有性生殖をする生き物これは子どもに情報を渡すときに自分の持っている情報を半分にして渡すこの持っている情報を半分にすることをこれを「原数分裂」と言う。 これが前半のテーマですでは続けて今の減数分裂と関わりの深い分離の法則という話をしていきます先ほどとほとんど同じ図が出てきましたまあこれが母親これが父親の持っている遺伝子です母親も父親も その両親から情報を受け継いでいるので、その両親の分で同じものを二つ持っています。で、この二つ、これを子供に受け継ぐときに自分の持っている二つ、これを一個と一個。こちらも父親も自分の持っている二つを一個と一個というふうに分けて伝えます。こういうふうに自分の持っている情報を子供に伝えるときに自分の持っている二つのものを。 一個一個分けて、生殖細胞に伝えていく。このことを遺伝の情報が分かれて、子供に伝わっていくということで、これを分離の法則というふうに言いました。また別の回で名前が出てきますが。遺伝の考え方を作ったメンデルという人が提唱した三つの法則のうちの一個だそうです。この分離の法則、ちょっと難しいんですが、この親が持っている。 対になっている遺伝子これは子供に受け継ぐ生殖細胞にするときに別々のものになる二つに分かれるんだよこのことを分離の法則というふうに言いますこれが今回のテーマの一個ですでは今までの内容を踏まえて練習問題に入っていきますこの遺伝これについて 次の問いに答えなさいという問題です。まず括弧一番、これ直接遺伝に関係ないところですが、生き物個体の中で一般的に行われている細胞分裂のことを何と言いますかという問題です。これ今日のテーマのライバルでできたもので、一般の体で行われている細胞分裂こういうのことを体細胞分裂というふうに言いました。対して括弧二番。 この親から子に遺伝子を渡す時に持っている情報量を半分にする持っている情報を減らす時に行う分裂これのことを普通の細胞分裂体細胞分裂に対して何というかというのが発行2番ですこれのことを持っている情報を減らす分裂なのでこれを減数分裂というふうに言いましたこの体細胞分裂と減数分裂この区別の問題でした 続けて括弧3番に入っていきます。括弧2番の時にこの親がついにして持っている親の両親からもらったものですね。これを別々の生殖細胞に分けていくということが起きます。このことを何というかという問題です。ちょっとわかりにくいのでこちらを使ってみていきます。例えばこれ今親として丸型の種子というのを持ってきました。 ちょっとこれ丸とかしは後で出てくるんで簡単に問題の紹介も兼ねていきますがまずこの種子例えば2つの情報 A、A というのを持っていたとしますそうするとこれ子供に受け継ぐときにどういうふうになるかといいますとこの2つの持っている情報これが A と A このように分かれて子供に受け継がれます。ここういうういいふに親の持っている情報これを 生殖細胞を2つにバラバラに分けていくこの法則のことをこれをこういうふうに言いました分離の法則この遺伝の考え方を作ったメンデルさんが提唱した三つの法則のうちの一個ですでは今回のまとめに入っていきます今回は 遺伝の中の減数分裂そして分離の法則これがテーマでした親から子に情報を受け継ぐときに親は自分の持っている情報の半分を子供に受け継ぐということが起きましたこの自分の持っている情報をこれを半分にするそのときに起こる細胞分裂のことをこれを減数分裂というふうに言いました そしてその減数分裂の時にこの親が持っているまあ親がさらにその親からもらった二つの情報ですがこの二つの情報をこれを一個と一個このように分けて子供に伝えていく生殖細胞を作る時に持っている情報を半分に分けてどちらかを子供に伝えるこのことを分離の法則というふうに言いますちょっと言葉難しいんですがこの親の代で持っている 対になっている遺伝子。これは子供に渡す生殖細胞を作るときに。分けて。入れるんだよ。このことを分離の法則というふうに言います。これが今回のポイントでした。では次回の授業内容の予告に入っていきます。次回も遺伝の性質の話なんですが。その中でも優性の法則と言われるものについて見ていきます。 この生生殖をする生き物これオスメスが関わり合ってオスメスからそれぞれ半分ずつ情報をもらって子どもに受け継がれるんですがその時に違ったた情報が来た場合どうなるのか例えば人間でいうと両親から片方から黒い髪の毛片方から金色の髪の毛このように違った情報をまあこれ対立形質ですがそれが来た場合 一体子どもはどういうふうになるのかそれに関わる遺伝の「優勢の法則」これが次回のテーマです。